昆意は、東風の天皇衣装及び、中国皇帝の専用漢服。礼服の一種で、天使御礼服とも言う。昆意は、婚服、弁服、天使御礼服とも呼ばれ、中国では、玄もというように、青黒い衣に赤系統のスカートを合わせたものが多い。昆は首を曲げた竜のことで、中国で数種類ある皇帝の漢服の中でも、格式の高いものであった。 弁服の制度は、先進時代に主要部分が成立したと見られる。来期などに見られるが、旗から前巻にかけては、正確な制度が伝わらず、五冠の明定の時代になって、改めて整備された。日本における、婚姻の起源は不明であるが、俗に本気に、天平四年正月期の富一日、大極殿に行して、朝を受けく、天皇を始めて、弁服を服すとあることから、少なくとも、 奈良時代まで遡ると考えられている。日本では衣、もともに赤いことが多い。これは、随大初期の制度に同じだが、日本で、弁服が摂取された時点の王朝は、唐であり、唐の、誠意の制度には合わない。特別な意図の有無については不明である。ただし、正宗院に、かつて存在した、聖武上皇と、光明皇太后の礼服が白であったことから、 奈良時代の天皇は、弁官に白い礼服を着たとする説もある。公明天皇までは、即位の儀などに、弁官と共に用いられた。弁官と合わせて、根弁とも言う。公明天皇の懇意大袖赤字に、根弁十二章のうち、火、月、精神、山、竜、花虫、草常火の八種の模様がつく。各模様は刺繍で表される。 建武四年の孔明天皇即位の時、別の絹に刺繍して貼り付けた。近世の遺品では、東山天皇御両は、直接記事に刺繍があるが、公明天皇御両では、強烈の小編に刺繍して縫い付けている。毛袖と同じ赤字に、昆弁十二章のうち、も、小米、ふ、ふっつの四種の模様が付く。ありがとうございます。